あれ？全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか？は、はい。謝ったら許してくれるかな。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？行きます、ピッコロさん。これもやあ、もっと本気を出せ。死にたいの。はい。あ、止まれ。さあ、やっ。うわ。チェッ。やっ。うわ。やっ。あ、止まれ。やっ。チェッ。うわ。うわ。これ、やっ。チェッ。孫悟空の力はもっとすごかったぞ。まだまだいけない。一方、やっ、やっ、やっ。チャッ、チャッ、トッ、チャッ、チャッ、えぇ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 、その感じを忘れるな。はい、やっ、やっ、ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。あ、この道着って…何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。
いでよ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。へい。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッコロさんに知らせなきゃ。サイヤ人が。ピッコロさん、来る。やつらはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。ああ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。お、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちに起こすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。へへへ、お遊びが好きだな、ベジータも。グラグラギャー。こいつら結構できそうだぜ。テジアン、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕孫悟飯です。
おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ごはん、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギャお前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。なヨムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから形をやるかな。ヤムチさん、強い。しゃあ、これほどまでか。もう終わりか。
俺で答えてない。そんな、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、仇は打ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに。寂しい思いはさせんぞ。こはー、脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。畜生、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。